ん、そういえば丸山さんはずんまるチャンネルだよな。ずんまるチャンネルか。村上さんのねチームアトラスともね、うん、チームアトラスともなんかコラボやりたいね。村上さんにはな、メーカーさん取られた恨みあるからな。メーカーさんを取られた恨みがありますんで。ドラフトかぶりしてます。お、詳しい丸山さん、詳しい。そう、うん。取られたんだよ、メーカーさんを。メーカーちゃんは取れないよ。いや、ねるちゃんよりは取れる可能性あると思ってたよ。うん。ねるちゃんはマジで無駄ねる。言うだけ無駄ねるだと思ったんだけど、メーカーさんはマジでワンチャンあると思った。うん。いや、普通にルイスさんとかね、レイド君行っても全然おかしくなかったからね。うん。でもやっぱ MVP だもんな、MVP。村上さん、オンラインというハンデ背負ったので優しくしてください。村上さんはね、うん、マジで見た目の通り、本当にパソコン苦手そうだからな。うん、見た目の方で、うん。見た目通りね。結果的に今でもそう、天海さん、太郎さんが天海さん行ってたらマジでやばかったね、本当に。うん。太郎さんが天海さん行ってたら、うん、ドライチは多分、雨だったね。多分。しかし、その想定チーム、今のチームで破ることができるんだ。田岡監督ですね。いや、さすがに想定チームのが強かったな。さすがに想定チームのが強い。田岡監督。うん。雨は想定だって、一応。うん。アメメさんはマジで絡んでないからちょっと怖かったけど、まあ天海さんもな同じようなもんかということで。太郎さんの顔合わせ見たよ。太郎さんの真似するよ。これだからね、本当にずっとこれだからね。もう女性陣がキャッキャ喋ってるのをさ、楽しそうに眺めて、うん。なんだあの配信は本当に。なんだあれはもう本当にね。うん、本当に楽しそうだ、ニコニコでね。本当に嬉しそうだったわな。しかもなんかね、校長とか先生じゃなくてね、生徒で参加したいって太郎くんになってたからね。太郎くんとして楽しそうだったね。太郎くんって呼ばれてたからね、もう本当に。太郎さんのね望み通りのチームが取れたことでしょう。うん。みんなも太郎くんって呼んでいいとかところで、太郎くんって呼んでほしいんだよ。太郎さんはただ、うん。器がでかいとかじゃないよ。器がでかいとかの問題ではない。ヘラクレスはヘラクレス王松本だし、謎のタグだしね。うん。なんだっけ、ゼウスと青春だっけタグ。うん。ゼウスと青春だっけなんだっけ太郎と青春だっけゼウスだったよな、さすがに。ゼウスと青春とだよね、と。うん。とだよね。確かとだった気がする。うん。いや、顔浅いし、我らがグラディウスもさ、やっぱシブのちょっとマイクの音質が悪いというさ、ちょっとこの弱点あったから、やばかったな。うん。クク君のね、もう最高のモノマネとか、天海さんのシャンクズとかね、うん。ニーナさんの犬のモノマネとかね、良かったんだけど、僕がちょっとマイクの音質悪かったのがちょっと悔しいね。間に合わなかった、セッティングが。我がチームグラディウスはね、めちゃくちゃいいチームだね、今、本当に。うん。ちなみに、天海さんの、昨日、やったじゃん、勉強配信。で、天海さん、早速ね、今日、送ってくれたわけよ、配布。で、まあ、やられてたんだけど、めちゃくちゃ良くなってたね、本当に内容。マジで良くなってたから、これはね、もう、帰ってくるね。すぐ来ると思うよ。うん。マジですぐ帰ってくると思う。うん。マジで良くなってた。うん。やられてはいた。やられてはいたんだけど、マジで良くなってた。やられてはいたんだけどね。うん。いや、本当にね、すぐにね、良くなったんだよ。ただ、たまたま、めちゃくちゃついてなくてやられただけで。うん。いや、本当に天海さん絶対帰ってくるわ。うん。うちのダブルエースになるね。うん。ニーナ天海のダブルエース。川北と松本のダブルエースみたいな感じで。これはローソースね。さすがにこの手はもう全通だわ。うん。で、クク君がね、もう、あれよ、桜木花道の役割するから、うん。ククが桜木花道だから、これはいけるでいいチームになった。うん。クク君は花道だよ、そりゃ。うん。ただ弟はちょっとそれ、桜木花道でいいよ。フグ君は主人公で、主人公ハエルチーメンピン赤ドラ。僕はね、誰だろうね、あのさ、あの世界誰が一番有能な監督なんだろうね、うん、安西先生言うほど名監督か。ハオカはダメだろ、うん、ハオカはダメだよ。敗因は全てこの私なんだから、うん。北野さんか。北野さんラン&ガンしかできないからな。ラン&ガンベスト4ベスト8が限界なんだよな。フジマが監督してるのはもう意味わからんけどな。最初から出たらいいやん、うん、なんでフジマ最初から出てないのよくわからんのだけどスタミナがないとかじゃなくてね、監督しなきゃいけないんでしょ。誰だろうね、まあ、とりあえず山王の監督ではないことは間違いないね、うん、それは間違いない。なんだっけ、堂本だっけ、山王の監督名前忘れちゃったけど、あの人でないことだけは間違いないね。そう、うちのチームはね指導が売りなんで、うん、個人に合わせたね指導が売りだって。僕ニーナさんにはさちょっと自敗を持ちましょうねみたいに言ってさ、天海さんにはさ自敗は敵ですって言ってるから、うん、人に合わせた指導がね売りでございます、うちのチームは、うん。